どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日は後ろにあるように、イーロンマスクですね。メディアをですね、多く賑わせてる方だと思います。この方、いろんな授業やられてますので、フォーカスしてですね、動画を作ってまいりました。そしてですね、イーロンマスク会ですね、サテライトオフィスさんにスポンサードいただいております。オフィスのことなら、チャット GPT のことなら、もうサテライトオフィスさんとスポンサードいただいておりますので、オフィスでお困りの方は概要欄からチェックいただきたいと思います。それでは、イーロンマスクやっていきましょうと。 この方ですね、世界の資産家でございます。2021年まで4年連続首位でございまして、アマゾン創業者ジェフ・ベーゾースを抑えてですね、初の首位に立っております。テスラ CEO のイーロン・マスクですね。残念ながらですね、2023年にはルイ・ヴィトンの会長のベルナール・アルノーさんに抜かれましてですね、2位に下がって交代しておりますが、要因としてはテスラの株価下落ですとか、<laughs> ダをですね買収して x にブランド変更されたというものもですね最近のことかなと思いますよね中を逃すも資産はなんと1800億ドルと億円でもすごいんですがドルベースですから約27兆円の資産を持たれているとこれは日本人の障害年数の約8万人分に該当するですね天文学的な資産を保有していると世界から注目される大富豪であるとル類ビトンの会場よりもおそらくイーロンマスクの方が有名であろうというふうに思います悠々自的な生活とは真逆な生活ということでもうこれで 岸田岸さんがあればもういいやろと働かんでもうクルーズ船乗り回してですね悠々自敵のロゴを送りたいところでございますが非常にアクティブに活動されておりまして予定表をね作ってみました月曜日はですねプライベートジェットキーでロサンゼルスに行きましてですねスペース x に行くと火曜日はシリコンバレー行きましてテスラでに3日働きまして木曜日になると再びですねプライベートジェットでスペース x に行くと金曜の夜にはジェットで移動して子供たち友人とキャンプをたしなりまして土曜日は家族デーということでですね友人 子供たちとアウトドアを楽しむと日曜日もですね子供をロサンゼルスに送り仕事のためにニューヨークへ行きますと次の週月曜日ですねニューヨークに行ってトーク番組に出演しまたまたスペース x に出社すると同日午後にテスラ工場へ行きましてワシントンでオバマ元大統領と会談をすると木曜日になりますとさらに再びですねスペース x に数日間仕事をして同日はですね元 google の ceo ですねリックシェミット主催のですね会議にて意見を交換すると非常にアクティブですねここま じゃないですけど僕もこれぐらいバリバリ働いてるかもしれませんとほとんど土日構わずですね仕事漬けの毎日を送っていらっしゃいますね実は共に認めるですねワーカーホリックになっておりましてとにかくがむしゃらに働くことが大切だと金持ちにはそうじゃないとなれませんということを言っておりますその働き方はですねただ単に指示をするだけではなくて工場ですねイタリアの高級なですねスーツを身にまとうんですがもうそんなん関係ないということで油まみれになって作業をすると量産工場が止まれば工場で連日寝泊まりをしさすがに僕も 事務所に寝泊まりをすることはございませんか問題解決に奮闘されると猛烈に働き工場の床机の上で仮眠また工場を飛び回るということでございまして部下がですねその納期ではちょっと私対応が難しいと思いますとそうかそうかとよく頑張ったじゃなくてですねわかった君は p j から外れてくれと僕であればその pga を仕切れるし co を2つ掛け持ってるんですけども納期までに収めることができると思いますはっみたいな感じで一方でですね自身もストイックに働くんですが 部下には当たり前のように高い水準を求めると。部下もきついんですけど、自身はさらにさらにそれを上回るようにストイックに働くと。気象から分刻むスケジュールを毎日こなしですね。ランチもたった5分で済ますと。スケジュールの合間を縫って子供と過ごし、さらに週末にアウトドアや旅行を楽しむ余裕を見せつつですね、週平均85時間から100時間は働くと。日本の平均労働時間は40時間でございますので、平均として日本人の倍は最低限働くと。 まさに仕事が趣味、仕事大好き人間でございます。その仕事の8割はエンジニアリングとデザインですね。デザインにかなりこだわっていることでも、イーロンマスクは有名でございます。そんな彼のもとにはですね、高いビジョンとか高い目標を掲げるですね、優秀な頭脳が集まると。摩擦設置工科大学の一番どこに就職したいかランキング、堂々の1位が確かテスラだった年もあるぐらいですね、イーロンマスクのもとには非常に優秀、有能な人材が集まるというふうに言われています。製造業にとってもですね、日本にもこう こういう人が現れてくれると嬉しいですよね。マスクはパーポニは出てきてないんですけども、金融工学とかもういいと。製造業でしか世の中を変えられませんと。だから製造業をもっと大切にして、製造業でイノベーションを起こすんだということを言っております。自身の事業にのめり込み、子供のような理想を語る一面と、お前はできないなぁ、クビみたいな。排他的な経営を見せる一面を持つので、時には反感を買うと。結果論として排他的に見える側面と言い換えても知れませんが、僕はイーロンマスクとお友達ではございます。 のでこのようにネットでは書かれていると彼が注力する授業を紹介させていただきたいと思います その前にイーロンマスクの略歴をさらっと紹介させていただくと。1995年ですね、スタンフォード大学院を中退しまして、弟のキンバルと初の企業をすると。父からですね、約300万円融資を受けまして、何を立ち上げたかというと、ジップ2と。何やるところかっていうと、インターネットに送る広告事業を展開するわけですね。食べログとか、Google マップが融合したようなサービス当時ですよ。今2023年ですから、当たり前ですけども、20年以上前、約30年前にですね、こういったサービスを思いついてやると。1999 9年の2月でございますが ZIP2 をですねコンパックが買収しますなんと450億円ですね有名がありますね当時ですねこの ZIP2 からはですね経営がゴリゴリだったかもしれませんが CEO の任を解かれておりまして会長も辞任していたんですが株式を持っておりましたので約33億円がイーロンマスクの懐に飛び込むと3月ですよもうここで33億円を手に入れたらこれで一生遊んで過ごせるだと思いきやですねネット銀行計画に14億円を投 応じるとちょうど2ヶ月前から準備を進めておりまして、これが XCOM と。11月には世界初のオンライン銀行の開発に成功しまして、講座開設特典とかですね、紹介特典など、もう大盤振るいをしましてですね、最初顧客20万人の講座を開設すると。銀行の担当者も20万人の講座を開設するってものすごく難しいと思うんですけども、ネットの力を使ってですね、一気に20万以上の講座を開設することに成功するわけですね。同年ですね、1999年ですね。ネット決済 サービスでで競合合あったたコピニティとと弁をしまししまてここれがが後の僕も利用実は、ペイパルとはイーロンマスクが関わってたと。しかし、ここのペイパルでもですね、CEO クビとっていうことで解任をされ、相談役に収まるわけですね。都度ですね、CEO 解任されるも、事業開拓でゴリゴリの投格を見せていくわけですね。ここでちょうど IT バブルがですね、パーンっていうことで弾きまして、2002年ですよ。手元のですね、1億ドル現在の価値にして、円安になっておりますから、150 50億円をかけて宇宙事業を指導させると、一気にですね。ネット事業から宇宙に。 で、スペース X でございます。いつまでも世の中に残ることがしたいということで、これを立ち上げたというふうに言われています。そして2003年1月ですね、エヴァーハードたちが進める EV 事業にも約10億円を投じましてですね、4月、テスラを設立。テスラ、今でこそ EV でゴリゴリバキバキ言ってますけども、実は20年前に設立されてるんですね。筆頭株主として会長に就任をします。2006年ですね、いとこのライブ兄弟が太陽光発電会社を設立し、今で言うソーラーシティですね、こちらにですね、 出資をしまして後にこれを買い取ると2007年はもともとテスラ社を作ったですねエヴァハードをですねなんと追放しましてテスラを乗っ取りに成功すると2016年でございますが BMI とブレインマシンインターフェースを開発する会社ニューラルリンクを設立します2017年はトンネル掘削会社ですねボーリングを設立しますと数々の事業をまたその使命を掲げてですねこの事業を開拓するということでその使命は本音なのか 建前ななのかかちょっっととわらないいはあるんですけどもババキバキにやっていくとそして2023年は Twitter を新たに買収し Xcom とそしてそれだけではなくて XAI という2社を設立しております Twitter 買収は損はしたと言われるんですけども本当にそうなのかっていうところもこの動画で迫っていきたいと ツイッターの買収は彼曰くですね、スーパーアプリを作りたいというふうに言ってるんですね。スーパーアプリって何かっていうと、中国にある WeChat の米国版を作りたいと。じゃあ WeChat 何ができるかっていうと、単なるチャットアプリではございません。LINE のようにメッセージのやり取りもできるし、音声、ビディオ通話ももちろんできますが、写真動画の投稿だったり、入手記事の閲覧、ここまでは LINE もできるかもしれませんが、ゲーム、その他にも位置情報の取得、共有、そして大きいのが、健康管理とか、 ロエル決済ですねロエル決済がかなりでかいと思いまして中国は QR コードを読んでですね決済するっていうような中国紙幣に対して信用を置けないという側面もあるんですけども電子決済サービスが世界でもめちゃめちゃ進んでる国の筆頭格だと思いますそこで WeChat がプラットフォームになっているわけですねということで、ね、様々なアプリの機能を一つのアプリに統合しているとこれがスーパーアプリでございますと一方の米国の方を見るとですねこのスーパーアプリというものは出現しておりません Facebook もその地位を確 得できると思いきやメッセンジャーが出てきたらですねこれも他のアプリに分けてるわけですよね要するにスーパーアプリの市場が空いていると実際米国には複合的な sns の存在感はないというふうに言われております需要はあるのかと確かにありましてペイパルでアンケート取ったところ72%の米国人が少し興味があるなとマスクはこの需要を取りに行ってるというふうに言われてますそしてその一つ目か二つ目の布石か知りませんけども twitter をですねなんと 6. 6.6兆円で買収をしまして。6.6兆円ってどのくらいかっていうと、パナソニックが確か今時価総額3兆円ぐらいですから、パナソニック2社ぐらい買えるような時価総額。もうちょっとパナソニック上がってたかもしれないんですけど、かなりの買収金額であったというふうに言えます。これをですね、X コーポレーションへ統合して、青いハトがですね、バコンといなくなりましたと。マスクは買収によるアプリ開発の加速にですね、期待を寄せる発言をもちろんポストしております。狙いは、他事業への資金調達のためと思われるものの、買収の布石をですね、 深掘りしししててていいいいいききたたとと思思っておまますす後半に考察をその他にお伝えした通り AI にも手をかけておりまして、同時期にですね、AI 企業を立ち上げています。目的としてれば、宇宙の真理を理解することという、ちょっと中二病っぽい発言も残しておりまして、他のアプリやサービスのシナジーも狙っていきたいと。オープン AI にて ChatGPT 開発に携わった研究者も在籍しておりまして、当時ですね、イーロン・マスクはこの ChatGPT に出資しております。彼の AI 事業については以前も語っておりますが、AI の危険性を繰り返し 警告してきたわけですねにもかかわらず自身はですね GPU ですね GPU というものは AI の学習に必要なんですけども GPU をですね AI 危ないんだとか言いながらですね買い込むと何千台も買い込んでですね GPU1 台500万円ぐらいするんですよそれをですね買い漁ってですね競合に渡らないようにするとチャット GPT 以外にもですね l m すごいなあ,ああいう言語チャットボットめちゃめちゃ便利かもしれないし今後これが資料を取っていくだろうって思った矢先に牽制をして各メーカー各ベンー ベンチャー企業の投資を抑制して自身は gpu を買い込むと高速ですはっきり言ってしかしですねこのように言っていますこの ai は宇宙の本質を理解しようとするもの宇宙を理解することに関心を持つ ai は私たち人類を抹殺する可能性が低く安全性を確保する最善の手段と思われるとなぜなら私たち宇宙の一部であり興味深い存在であるからというふうに言っておりますそれはさておきですね自社のライバル企業の開発を一部遅らせるためとも取れるとドン引きというふうに当時は回想し してるんですが競合負担と事業における貪欲さも一流であると。 彼の象徴、XXX ですね。XCOM と。そして、スペース XX と。XAI と。なぜ彼は X を多用するのか。こういう風に、これ中二病気合ってますね。X の本社にクラブみたいなですね、X を。近所からしたら迷惑気合れないほどですね、近辺に光らしてですね、クレームが多すぎて取り下げたという感じで、ちょっと言っちゃってますね。なんで X 多用するかっていうと、単純に X が好きだからという風に言われてます。シンプルで覚えやすいと。未知の変数を表す文字みたいな感じですね。子供にもですね、この X という名前、 名前ををけままましてアメリカ版キラキララネームででで、ね、ですすすねね x x 長いい子供の名前にまで x を使う徹底ぶりでございます何これ、A-12 とか。これ何て読むんだろうね。どうやって呼んでるんだろう ?X って読んでるのかな、息子。ちょっと変わってますよね。未来や革新を象徴する文字としても使われると。子供の名前につけるっちゅうのが言っちゃってますね。親の反対とかあるじゃないですか。さすがに僕、子供に悪魔ちゃんとか X ちゃんとかつけれないですよね。アメリカなんで、ここら辺も自由本番かもしれませんが、面白いですね。 テスラから話そうかなと思ったんですが、スペース X の方が設立は早いんですね。なので、スペース X についてお話をさせていただきたいと。火星に初めて酸素を生み出す、もともとは宇宙用植物栽培室の開発にこれ着手してたんですね。彼、やっぱ SF 好きですから。土の毒性とかですね、温度管理とか、技術的問題にぶつかると。なので、培養室を輸送するロケットの開発を進めようというですね、既存のロケット使おうと思うんじゃなくてですね、自分で開発しちゃうと。ICBM ですよ。大陸 弾道艦ミサイルをですね使うということでロシアにですね直談判しに行きますロシアさんロシアさんと3機を2000万ドルで売ってくださいとマスクさんまあまあ1機800万ドルでどうですかとじゃあ2機で800万ドルいや1機800万ドルって言っとるやんけって感じですけども2機買うからさ安くしてよじゃなくて2機で800万ドルとうーん無理 ロシアもロシアで価格をどんどん釣り上げていったそうなんですね。コストで折り合いがつかずですね、もうマスク怒り狂いましてですね、商談の帰りの飛行機で PC にかじりついてですね、この野郎クソロシアと、もう許さんと、次なる構想を描いてですね、もうだったらもう作ったらばということで、自前で作り始めると。しかしですね、IT で成功したと言ってもですよ、弱小スタートアップですよ。当時、手に入れた金額が200億円ぐらいだったとしましょう。この資金を手元にですね、皆さん考えてください。ボーイングとかロ ロッキードマーティンとですよ。立ち向かうことができますかと。皆さん手元に、じゃあ200億ありますと。時価総額数百億の IT 企業をバイアウトして、三菱重工に、ほら、三菱重工、てめえら、俺がロケット事業やるから、お前らの授業全部奪ってやるわ。みたいなこと言えますかと。は無理じゃねえと。無理です。しかし彼はこれをやっていこうというわけですね。簡単に宇宙へ行ける未来ということで、早く安く、高品質なロケット製造を目標にしております。年表にするとですね、2002年ですよ。2004年を目標にですね、ファルコン1の製作 が始まると NASA にも出向いてですねいろんな技術者と話をしまして洞察力たるや徹底的に議論をして自分が理解するまで議論し尽くすとコスト低減のため3 d シミュレーターをですね駆使エンジンを開発しますシミュレーションの黎明期っていうかまだまだ導入が進んできた頃かなっていう感じですね2005年頃ですよ打ち上げまでこぎつけるもう発射前に燃料が漏れます失敗ですね2006年はですね打ち上げ25秒後に落下し失敗 失敗するとそんなうまくいかないですね燃料パイプ部品の亀裂からこのような問題にぶち当たりました一年後一年後ということで発射していきましてファルコンワンが初めて宇宙要するに大気圏外へですね突入するわけでございますが途中で爆発しますとコッパミになると燃料の振動問題にぶち当たるともともとは2004年を目標にしていましたが4年近くが経過し資金もそこを突きかけるんですが翌年でございます3度目の打ち上げエンジン設計ミスで爆発3度目の正直ともならずですね失敗 するわけです、ね、すわけねごいと。すごい。なんと成功してしまった。500人の社員と粘り強く取り組んだ末の勝利でございます。民間企業で初めてロケットを地球の軌道に乗せることに成功しまして、国家レベルの事業をなんとやり遂げるということでございます。資金の調達にも成功しまして、NASA と補給契約を結び、要するにですね、これ何かっていうと、宇宙ステーションあるじゃないですか。宇宙ステーションに物資を送りますね。 っていう契約があるんですねこれを勝ち取るわけですよ新規開発に継ぎ込みですね主力製品ファルコン9がとうとう完成しまして2009年民間企業初のドッキングに成功します現在では約66億円というですね非常に低コスト日本のですね三菱重工が誇るですね H2 ロケットですねこれ約100億円と言われてるわけですから圧倒的安価で低価格で宇宙へ行けるようになっております一方で日本の次世代ロケットですね H3 ロケットは50億円程度という風に相当 想定されますのでぜひ日本にも頑張っていいたただきたいと一方で、ファルコン9はですね、為替の影響から日本から見ると現在もう少し高くなっております。この成功もさることながら、100本中ですね、96本が打ち上げに成功するということで、かなり成功率も高いです。確か日本が誇る h 2ロケットは成功率98%と結構日本もですね、ロケット開発は最前線にいるというふうに思います。精度も高いわけですね。成功率も高いと。今ではですね、このスペース X の時価総額はインテルとかディズニーに匹敵する規模へと成長を遂げ ております宇宙事業で大きな影響力を持つ企業となったし、ウクライナ戦争がありましたから、ロシアの宇宙ロケットは使えないわけですね。これが米国にとってですね、スペース X がまさにロシアのロケットを使えなくなった時の渡りに船だったわけですよね。もうスペース X があって、ある意味、米国政府は助かったと。このスペース X ですよ、なぜここまで低価格で宇宙に飛ばせるのか。それはですね、開発手法の大きな違いでございます。マスクはですね、一つ 一つの部品部品に対して絶対喧嘩低減できるはずだから見直しをしろというふうに言われてます。自動車でもこのことが言えるかなというふうに思います。例えばギガキャストですね。過去ですね、これ実は僕が乗ってる GT-R ですね。先日グリーソンのですね、講演家に呼ばれまして日産の人と話をして日産の人から聞いたんですね。日本が開発してたんですが、これはですね、進みすぎた技術だったねっていうことで採用されたか採用されなかったか忘れましたが今みたいなすごいでかいですね、アルミダイキャストにはなっていないと。日本では日の目を見ることがなかった。 現代バージョンとして自動車に採用してきたわけですね。ギガキャストはですね、数十パーツを1回の工程で作ることができますので、部品に対する装置のコストも低減できますし、組み立てのコストも低減できると、あらゆるコストダウンができるようになっております。その他にもテスラの ECU ですよ。エレクトリックコントロールユニットということで、自動運転を制御するような基板ですね。ここに乗ってる IC ですね。通常では、車載系の IC にはですね、BGA というボールグリッドアレイというような接続方法は 対応されておりませんなぜかというと、BGA ですね、ピッチが非常に狭くてですね、接続部分の面積も少ないんですね。こういった ECU というものは非常に演算処理をするものですから、熱くなるわけですよ。熱くなると、ここを接合しているハンダが溶けてきますので、極端な話ですね、テスラの IC がですね、ポロッと取れてですね、自動運転が急に効かなくなるみたいなことが起こるわけですね。なので、リードフレーム方式しか採用してこなかったんですが、テスラがなんと採用してしまったと。実際、どこからの情報かは開示できませんが、コンンチネンタルなどエーダス系の の基盤では実際不具合情報が出てますリコールにななっったのかなちょっとそこまままでは覚えてててせんがテスラもだかから俺大丈夫かなっっいう,ふうに思ってますよねその他にも FSW を持ち込んだのもテスラでございまして、これはもともと航空機産業で採用されてまして、もちろんスペース X にも FSW の方式を採用しております。産業というですね、概念にとらわれず自動車業界にも新しい技術をバン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 採用してる。ということで、自動車のテスラに関してもガッツリコストを下げてですね、後を追うようにですね、中国企業がバンバンバン,バンこれ採用してるわけ ですね、ただ日本企業はこういったものを全く採用してきてないので今2週間遅れになっていると。 話を戻しまして、このスペース X でございますが、ファルコン9です。一段目が60%のコストと言われてます。二段目が20%。フェアリングというですね、体験で突入するときとか、体験外に出るときのフェアリング、防御シールドみたいなものが20%。そして地上の設備、その他が10%というようなコストになっているそうです。一段目がめちゃめちゃコスト高いじゃんと。だったら回収しちゃおうぜ。こんな感じで回収を試みると。当時はバコンバコン失敗しまくってたんですが、今では発射してですね。1段 1> 1段目だけがバーって戻ってきて噴射をしてですね。機体を回収できるとなおですね。打ち上げ能力は燃料とかですね。周辺部材に。 重さが重くなりますので打ち上げ能力は40%ぐらい下がるというふうに言われております経済合理性からなってるわけですけどもこの回収方法はロマンですわとロマン溢れることをやってのけるっていう感じですねロケット事業は国プロと同様であってですね部品1個1個,個厳格に管理されておりますなので承認済みで実績があるものを採用しますのでなかなか新しい部材を採用するっていうことがないんですね一方で情報の入手経路はお伝えできませんが日本に保有されているですね古い戦闘機があるんですね古い 戦闘機に乗ってる基板も保守メンテが大変でやっぱり電子部品って劣化してくるんですね。なので、基板を作り直しするにも認証が必要だとか、IC をどうするだみたいな議論があるわけですね。承認性になっておりますので、部品を変えるってものすごくエネルギーなんですけども、イーロン・マスクはですね、搭載されるセンサー、そしてコンピューター、無線機など、すべてのものを見直して原価を下げまくると。中にはですね、20分の1のコストになるものとか、重さもそれだけ小さくなるわけですね。昔は国が承認した電子機器使えない わけけででですすど民間で売られててているるるよううな電子部材を購入して載せてるパターンもあるそうですねということで、ね、サプライチェーンを見直し自社加工にどん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 スイッチをすると航空宇宙ではこういったものっていうのは全くツールではなかったんですけどもそこにとらわれずですねバリューチェーンを変えてですね一気にコストを低減していくとそして宇宙産業企業ですねボーイングとかアストンマーチンにも対してですねお前ら下川してるから独占禁止法に違反するだろうということで提訴をしてですね朝からの仕事も勝ち取ってると弱小 ベンチャーでですすけども言言いたいいいたこことととは言いまくるということですね例えば、ボーイングとロッキードマーチンがですね、ユナイテッド・ローンチ・アライアンスという合弁企業を作ってるわけですね。こういった企業に対して、いや、そんなんもう航空産業の独占検証だって言って、訴訟をバンバンしていくわけですね。ものづくりだけではなくてですね、法律も巧みに使ってですね、奇跡的とも言える手腕で宇宙事業を切り開いていくと。最近はですね、全長120メートルの超巨大ロケットということで、スターシップを打ち上げております。<laughs> どのくらい巨大かっていうともうめちゃくちゃ巨大ですスペースシャトルと比べるとですね倍以上のですね高さを誇っております1回のフライトで100トン以上の機器などを運べると100トンですからすごいですね196070年代に人類を月に送ったことで有名なサターン 5こここのののロケットの2倍推力ととといううででれをを使っててまさに火星移住を果たそうとしているわけですねスターシップもですね、胴体を回収するっていうことをしておりますと。安価なロケットメーカーからの革新的なロケットの発射と。業界中から期待されると。1回目の打ち上げは失敗しました。しかし5ヶ月後ですね、再度打ち上げ準備が完了すると。5ヶ月でゴリゴリにやっていくというものはですね、アメリカ企業からもですね、日本企業からもなかったような修正力だというふうに言えると思います。果たしてこのスターシップは宇宙に いけるかどうかというところが皆さん注目の的だと思います。 続いてですね、イーロンマスクといえばそうです。テスラですね。ここの企業に関しても触れざるを得ないと。世界ナンバーワンの呼び声高い EV メーカー、解剖していく。売り上げはですね、もうこれ見てください。すごいですね。販売台数は現状は右肩上がりで、2022年は約131万台を販売しております。さらに営業利益率は脅威の17%を誇っており、あのトヨタをもってしてもですね、9%を誇っておりますが、悪いわけではないんですが、テスラは突出してると。 と言っていいと思います。キャッシュフローを見てもですね、2018年以降プラスを維持しておりまして、もちろんここにはガソリン車を販売するには EV 会社から CO2 排出券みたいなものをですね、買い取らないといけないみたいなものもあってですね、これがキャッシュを潤しているというふうに言われてますが、プラスを維持していると。モデル3の登場から波に乗りまして、22年はですね、プラス76億ドル約1兆円の営業利益になっております。BYD など EV メーカーございますが、BYD は PHEV も発売しておりまして、純粋な EV メーカーでは唯一 の黒字メーカーカになってると先に述べたように既存業界にないですね生産技術を自動車業界にも導入しておりますさらにテスラにとって幸運だったのがですね当時トヨタの自動車工場であったニューミニューミかな 読み方、ちょっとコメントで教えていただきたいんですが、工場をですね、居抜きで自社工場にすることができたんです。なので、テスラというものはある意味、トヨタの生産技術を支に収めることができたと。トヨタ自動車の生産技術を一部受け継いだことは、これ以上ないテスラの幸運であったと。裏側のことをなかなか知らない方もいらっしゃると思いますが、テスラですね、世界で絶大な人気を誇っておりまして、EV 界隈だとまさに王様と。EV シェアランキングでは2位と大きく差をつけて、しかも2位がですね、50万から60万ぐらい るるるででですすすすねねミニ EV とと言わわれれててているものの売売まままくくっったモモデデルル Y と昨年2位のモデル3は3位に交代しておりますがすごい売りがごけです、ね、日本メーカーはちょっと圏外になっておりまして日本の土壌というものもありますが EV に乗り出すのはオーソマキかなというふうに思います EV としては突出した出荷台数となっており充電に関しても抜かれないとスーパーチャージャーを世界中に展開してですねインフラと同時に攻め入ってるわけですねプラグを差し込むだけでなんと15分で最大2 7 5 k ロ分まで充電が 可能になっててておおりりまましし NACS 規格を採用しておりますいいところはですね、チャレモと比較すると、普通充電とか、急速充電が一つのコネクターで完了するし、決済も、日本の EV って、僕、日産でリーフ乗ったことあるんですけども、わざわざ、カードをピッてして決済しないといけないんですけども、テスラは、チャージャーをガチャコンって差し込むだけで、決済も完了できるわけですね。日本もですね、徐々に侵食されておりまして、設置が進んでいると。新色っていうとなんか、言い方がよくないです。日産もですね、なんとこれ、 切ってですね NACS になりましたテスラの他にすごいところはですね、ネットで集客すると、ネットで発注して、あとは取りに行くだけと。実際にテスラ乗ってる方に聞いたんですが、販管費を下げると、市場を何回こなすかっていうことが彼らの KPI になってるわけですね。営業をかけるというより、市場してもらえれば良さが分かるからっていうことで、効率的なバリューチェーンを一から作り上げることで利益を確保しております。テスラにしろ、スペース X にしろ、この二つの事業をやってのけたというものはですね、すごいですよね。もちろんテスラっていうのも はですね電池をものすごく作りまして電池を作るときに二酸化炭素を莫大にですね消費するわけでそもそもエコかどうかという議論はあるもののこの自力はすごいですよと言えると思います一方でテスラの試練もございまして例えばこのようにテスラのアルミダイキャストですねクラックが発生しているテスラの資料によるとですね50ミリ以下のクラックは見過ごしていい良品として定義しているわけですねダイキャストボディにクラックが入っていますがしかしながら経年劣化していくわけですよ自動車って走ると振動するじゃないですかということ このククラッががどどどどんどんんどん亀裂が大きくなるわけです、ね、なので、今はいいけども、数年後どうなるのっていう観点もあるし、販売台数の増加傾向は一部陰りが見えると。今まで50%アップ、50%アップって言ってたんですけど、その予想を修正するという話も出てます。実際にテスラの決算情報、売上や利益を見るとですね、過去のような爆発的な伸びは鈍化している一方、サイバートラックとか、過去もモデル Y を出して一気に販売シェアを伸ばしたように、新車数を投入して売り 上げを牽引してきたわけですね黒字化するのはサイバートラックを販売して納入してから1年半ぐらい経たないとこの量産の効果を実際に表すことができないだろうというちょっとイーローマスクからは弱気の発言もされているわけですねかつトヨタに追い風みたいなねそもそも EV は高いんですね同格の車種とすると1.3倍から1.5倍高いですさらに今は FRB が金利をものすごく上げてますからローンを組んでもですね金利がですね10%ぐらいつくと思います高金利なのが逆風になっております そそもそも EV EV が高いいので、EV、買わないよとハイブリッドがもう最適じゃねえか。かつ EV が全てのユーザー環境に適してないわけですね。毎日100キロ以上乗る人とかですね。マンション住んでる人はそもそも EV の充電ステーションがないとかですね。EV っていうものは重たいわけですから、安全に対してどうなのみたいな意見もあるわけですから、走ればいいというわけではないわけですね。なので EV の過去にも動画を上げてますけども、EV 利権があってビジネスの方が大切だろうみたいな意見がアメリカから手紙が届いたりですね。そういったようなご意見もあると。もしかしたら 戦を強いられるる可能性もあるんじゃないかなかと一方でトヨタなんかですね、EV に本気にならなくてもですね、既存のハイブリッドでものすごく利益を出してるわけで、何が正解かっていうのは注意深く洞察してアクションを策定していかないといけないですよね。EV が売れなくても自動運転ですよ。先進的でございまして、テスラの各8個だったかな、数あるカメラからですね、情報を収集して処理しております。情報を道場というですね、サーバーに投げて、トレーニングをして、データセットを作成し、 スパコン上の DNN でミスがなくなるまで実行しているということもやってるわけですね。さらに最近は XAI ということで、こういった最適な学習をするような AI 会社も立ち上げてるわけですよね。将来ですね、こういった自動運転を外反していくと。弊社レベル5を達成しましたので、自動運転、本社の車にも搭載できると思いますけど、使いますかうーん、どうしようかな、みたいな。フォルクスワーゲンとかメルセデスに売りに行く未来があるかもしれません。こうすればですね、すべての 車に自動運転が安価で搭載できることになりますので、テスラの自動運転システムを搭載することになったら、これ一発逆転もあるわけですよね。こういった未来もあるかもしれませんと。 この他にもグリーンエネルギー事業に手をつけておりまして、いとこがやられてたソーラーシティですね。これはですね、テスラに買収された太陽光発電会社でございまして、現在は太陽光発電部門として運用しております。太陽光パネルの設置、販売を手掛けております。生産に力を入れるようになるということで、どういったことをやるかっていうと、補助金もですね、800億円をかっさらいましてですね、巨大な工場を建設し、5000人以上の雇用創出を期待されていたわけですね。太陽光パネルを組み込んだ屋根版ですね、ソーラールーフというもの 要するに建物の屋根とソーラーパネルを一体 体化しししたたもものでですすねこれを開発しましてコストも安いといとううふうに歌ったんですが実際の中身はですね、完成したそうですが、発電効率が全くですね、目標にはほど遠い数値になっておりまして、できる、できる詐欺をしてしまったと。2019年はソーラールーフの年になるとか言ってですね、豪語していたんですが、これかなわずと。雇用ソースもですね、1160人の高度技術者が1160人の単純労働者となり、工場労働者は900人から500人に規模が縮小してしま まったペテン師もいいところであると。<laughs> 新たな雇用創出を謳って800億円も手に入れたわけですが、その目標とはちょっと遠いところに行ってしまったと。太陽光で世界を変えると豪語していたんですが、現在は太陽光発電に関してイーロンマスクが口を閉ざしていると。こういったイーロンマスクでもちょっとミスったところもあるかなっていう感じですね。ただ一方で、低地用バッテリーでは業界サインに成長しておりまして、グリーンエネルギーが今活況でございますから、日が出てる時は発言ができると。しかし夜になると電気を電池に貯めて供給しないといけないわけですね。とか 夜は需要が集中するとか昼間の発電量が少なくなくるわけですから電気が非常に高くなるわけですね電気代分の差分をこの電池によって埋めるということで、需要が今急拡大しておりまして、金額の差分がどのくらいあるかっていうと、地域によってはですね、4、5倍あると。お昼は200円で使えるのに、夜になると1000円に上がるということですね。電池を使えば、お昼で余った電気をですね、夜に供給できると。低調バッテリーでは、今グローバルサプライヤーナンバー3になっていると。アニデックさんも会社を買収してですね、 ヨーロッパでは業界任位につけてるわけですね。 交通インフラからもアプローチしてるということで、渋滞が嫌だから地下に道を作ろうという結構奇抜な発想で、ボーリングという会社を作ってます。地下に真空チューブを設け、浮遊したカプセルが音速で走行すると。新たな交通網の確立を目指したわけですね。しかし、工学的に困難かつ安全性の確保も難しいと。友人運転の EV 案へ乗り換えしまして、このテスラを運んじゃえみたいなですね、案を披露しました。地下に潜ってですね、ぴゃーいって、で戻ってまた走行するみたいな。別にそれ電気 自動車でいいんじゃないのって思いますけどトンネルの切削はですねプロジェクトがどん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 公式サイトから削除されるというような現状になっておりますあまりにも多くの計画が実質的に頓挫しましてですね結果を見ればですねちょっと穴を掘っただけで終わってしまうと <laughs> 結末になっております今後どうなるかわからないが、イーロンマスクの事業にも失敗はあるよねっていう天才なんですが、全てうまくいくわけではないということですね。別のアプローチから行くと、インターネット事業にもこれ参入しておりまして、私はインターネットを手に入れると。スターリンク、要するに、さっきのファルコン9でですね、衛星をバカバカ打ち上げまして、総数なんと4822機も打ち上げると。宇宙から直接インターネットに接続が可能な事業でございまして、既存のインターネットインフラを考え てててみるるとと皆さん家ででもも光ファイバーをを介してネット通信というものをやってるわけですねアメリカのサイトを見るときは、アメリカのサイトを見るためにですね、この光ファイバーを通じてですね、インターネットをしてるわけですね。スターリンクはですね、宇宙から直接ネットをつなぎますので、光ファイバーなしでインターネット接続が可能になっています。つまり、既存のインターネットインフラという既得権益を破壊できるわけですね。実際、今では米国全域ヨーロッパにて利用可能で、日本でも 使えます。いずれは世界中が利用可能になるという風うに言われておりまして、つまりのところ何が言いたいかというと、今までインフラのアクセスが難しかっためちゃめちゃ山奥とか砂漠のど真ん中とか、5G とか 4G がまだ全然発達してないアフリカ諸国ですよね。こういったところのネットインフラを に手に入れることができると既得権益であったネット市場をまさに破壊する可能性があるわけですねインターネット事業をですね手に入れた後はスーパーアプリさっきの X です Twitter ですこれとシナジーが創出できるのではないかと X には個人の趣味嗜好がわかるようになっておりますつまりフォローしている担当者が例えば僕が AV 女優ばっかフォローしてれば絶対こいつ AV 好きじゃんってなるわけですね年齢は性別は年収どれくらいもしくはアイドルをフォローしてるとか製造業ばっか フフォォロローーししててるるととかかか国会議員ばっどういった趣味、趣向があるかっていうことが分かるわけですね。興味はどういった分野にあるか、そしてハートをつけるじゃないですか。いいねを。どういったところに共感するのかという、マーケティングに非常に有利な土壌がそこにあるわけですね。X を通じて金銭のやり取りがもしスーパーアプリ化して活発化すれば、ユーザー別に余信をつけることができるわけです。余震から銀行を介さず、X 経由でローンを組むことが可能になったり、X に にキャッシュをプールすることもできるわけですね WeChat は QR コードで決済するわけですから WeChat という電子マネーをスマホの中に入れてるわけですよねみんなが X に対してある程度お金を入れておけばそこにお金がだいぶプールされるわけですよそれを事業のドライブに使えたりすると最適な担当者に最適なマーケティングと余信をつけることができるとさらにこのスターリンクと合わせるとどういったことができるかっていうとスターリンクありますと魚砂漠にこういう落台乗った人がいるわけですよねこういった人もインターネッ� 宇宙から既存のインフラがなくて接続できるわけですね。もちろんこの人はスマホ持ってるわけですから、ここに X がインストールされてると。この人はどうやらサハライナンを中心に活動している方で、男性でおそらく35歳前後であろうと。毎月50万円ぐらいを QR 決済してくれる。おそらく50万円も決済するから、経営者で家族もいるんじゃないかな。ローンの借り入れ過去に数度 X 経由でしてくれてる。この人であればある程度余震をつけてもいいな。2年で500万円ぐらいのローンを組んでもいいんじゃない X 経由で車を変えますよということですね。つまり、スターリンクと X。 Twitter とのコラボで既存のインターネットインフラを超えて皆様の財布を掌握することができるわけですね。例えばスターリンクを配るときに皆さん青のバッジあるじゃないですか。あのバッジが無料でついてきますみたいなことであればみんな Twitter をやり始めますよね。おそらくイーロンが目指すスーパーアプリはここにあるんじゃないかなというふうに思います。X? スーパーアプリはって思ってたかもしれませんが、こういうふうにビジネス展開できる土壌がすでに X にあるんですね。X がネット銀行の役割を持てば、購買フローの既存バリューチェーンを破壊する。今までっていうのは自動車買う 車を選ぶとローンを申請してそのローンの審査がありますよね申し込みして契約して納車されると。 ということで、様々な書類が必要だったりします。銀行に行って、ローンの借り換えみたいなことをするわけですね。そうすると、個人情報を書いたりとか、いろいろ審査があるわけですよ。しかし、X を常に QR 決済していれば、車を選ぶローンの申請がその場でできます。さらに、契約もこれぐらい余震があるからできますということで、例えば、モデル Y を納車されますみたいな感じで、すでに余震がついてるから、それ前提でマーケティングも可能なんですね。このくらいの余震持ってるから、このくらいの購買力があるはずだ、みたいなマーケティングもできる。 さらに金利の調整も行う。ディーラーのローンだと6%から9%取られると。アメリカだったらもっと取られると。銀行ローンであれば3%から4%。X 2、2%でいいです。みたいなことであれば、あだったら X のローンでもいいかなっていうふうにみんな思うじゃないですか。ということで、X を中心に金融ビジネスを取り行える可能性もあるわけですね。一方で、X がうまくいってるかという疑問文あると。そもそも X はユーザー数がグローバルで見るとそこまで多くないと。かつ、ロイターの記事でございますが、広告収益は減少し赤字 脱却できておりませんさらにユーザー数も twitter から x にして500万人ぐらい減ってるんですね減ってんのって感じですね確かなんか10億ユーザーを獲得するとか言ってたんですけどむしろ逆で減っておりますとこれはちょっと逆風があるんじゃないかな。事業を成功に導けることもあり失敗ではないかと思う事業もありますよねあのソーラー事業とか預言者ではないと天才ではあるんですけど一方でテスラとかスペース x 成功されてますからこれだけでも化け物オブ化け物とさらにペイパールみたいな今でも残ってるソリューションを開発してる っていう時点で化け物なんですけどね。言えるとすれば、手掛ける事業が様々に注目されるのは凄まじいと。あいつがやるんだったら成功する可能性は段違いだろうと。AI にもベットしてるわけで、これを今後事業のシナジーをかけていくと、事業の核変もある可能性ありますよね。X とも XAI コラボレーションしていくっていう風に言ってますから。ということは、マーケティングに関しても最適なアリゴリズムを組んで、人工知能が判断してマーケティングできる可能性もあるわけですよね。改めて、2、3年後とか1年後はイノマスクの動向変わってる と思いま,すのでまとめる機会はあるんじゃないかなというふうに思ってますと。 すべてまとめ切れてると思いませんので、ぜひ、イーロンマスクの熱烈なファンがいらっしゃると思いますね。確かにいろんな動画見るんですけども、マスクっていうのはすごいわ。信者が生まれるっていうのも納得できます。そういった信者の方も一応見られると思いますので、いや、太郎、お前、ここの考察が足りないよっていう方は、ぜひコメントをいただけると幸いでございます。ということで、イーロンマスク以上でございます。お疲れ様でございました。いかがでしたでしょうかそして、年の瀬が迫ってきておりますが、来年のお仕事のご依頼もぜひお待ちしておりますので、概要欄のメールから、 もしくは Twitter じゃなくて X の概要欄からダイレクトメッセージお待ちしておりますからよろしくお願いしますそろそろ来年度の予算どうするかな予算編成どうするかなどこに広告使おうかなマーケティング強いかものづくりだろうあるじゃねえかと覚えいただければ幸いでございますと。このように今回は色マスクのことでございましたが製造業に関連する話題を常日頃はアップロードしております工作機械半導体そして FA 系制御系自動車系製造業に関連がある方はぜひチャンネル登録いただきたいと思います 今回はビジネス寄りの話だったと思いますのでそういったビジネス系の話が好きな方もぜひチャンネル登録いただいて応援をしてあげてください少しでも刺激になればいいねマークを頂きたいと思います励みになりますということで次回の動画の前にスポンサー動画でございます今回はパナソニックエナジーさんのスポンサー動画でございます パナソニックですね、EV で。今、増産しても増産しても、電池が足りないということで、非常に高稼働になっております。そのパナソニックエナジーさんでございますが、設備設計者、そして設備の保全担当者を大々大,大大募集しております。ぜひね、高稼働のパナソニックで働きたいという方は、概要欄から応募お願いいたします。 次回は未定となっておりますが、何かなさほさとまとめておりますので、ちょっとドイツの動向をハノーファに行くこうと決定しておりますので、まとめたいと思っておりますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょうじゃあねバイバイありがとうございました。吉川ちゃんの一言本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。イーロンマスク界いかがでしたでしょうか面白かったなと思った方は、いいねマーク、コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。